昨年同様、今年もエクストブレイクの選手についてやっていきたいと思います。昨年は投手で石川選手、野手では勝又選手を取り上げました。今年も投手、野手、一人ずつ紹介していきたいと思います。今回は投手編になりますね。個人的に思うエクストブレイク投手は深沢大介選手になります。今季2年目の選手になりますね。では紹介していきたいと思います。小学校1年生から野球を始め、 中学では軟式野球部に入部し、2年生の時にセカンドから投手に転校しています。中学では東京大会準優勝、関東大会優勝を果たしています。中学の2学年上に現ロッテの横浜選手を追って仙台松戸高校へ進学しています。高校時代は監督からサイドからのリリースが一番力のが入ると言われて入学後すぐにスクリューウォーターからサイドスローに転校しています。3年春にエースとして選抜初出場、3アンダに抑えるものの外戦敗退しています。夏は は 1>, 1回戦で選抜準優勝校を9回無四球完封勝利で破り、初勝利に導くも2回戦で敗退しています。2021年のドラフトで横浜から5 0名で指名を受けています。担当スカウトは吉見さんです。背番号が43番ですね。コントロールには自信を持っており、入団会見では浜の精密機械と呼ばれるようなピッチャーになりたいと決意表明をしています。プロに入って1年目。 しばらくは小園選手と一緒に体作りに励みました。今年開花傾向にあるのはこの体作りに励んだのが良かったのかなというふうに思います。1年目から、私は20人というところですけど、無支球でもあったので、請求力は入団時から抜群だったのかなというふうに思います。2年目の今年ですね。2年目の今年は2軍でローテーションに入り、安定した投球を続けてくれました。チームトップタイの6勝、イニング数もチームトップ投げています。 何より本人が入団会見で話していたような精密機械ぶりを見せてくれるような予識率の低さが際立っていますね。三振についても取れていないわけではないので、来季は先発陣がちょっと抜けるんじゃないかと言われている中で割って入れるんじゃないかなというふうに思います。 似たようなタイプに平選手がいますが、平選手にアドバイスをもらいながら、来季は飛躍してほしいなというふうに思います。比べるのはあまり良くないと思うんですけど、現時点では小園選手より来季期待できる投手だなというふうに思っています。先発の5、6番手に入って、6勝、7勝と飛躍の年にしてほしいなというふうに思います。次回は野手編をやるので、よかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。